私一動画としてちょっと残しとくわ。2017年、8月の27日の日曜日、本日はまたスノーバ始まりやってきてます。日曜日キッズのスクールやってるみたいなんでね、人いっぱいなんですけど、今日はね後ろにね虫くんとチャンスミンがなんかやってんだけど、まあいいや。今日はねケイヌさんもいるんで一緒に滑ってみたいと思います。カーターの気です。速すぎて入りすぎて怖い感じ。キュッて止まる。キュッて止まる。俳句してみようかな。何でも冒険なんでちょっとね、早速ついていってみよう。残しとくわ。その場始まってきました。すごい人はいっぱいでした、ね、あの橋までこんなに人いることなかったのに、順番待ちでこう譲り合って滑っていくね。まあそのおかげでちょっと休み休みながら滑れたんで良かったかなって感じですね。レイアウト変わって滑りやすくなってるんで、女子の方もあの飛ばすキッカーとか飛ばずでも全然フリーランとか練習できると思うんで、来たらいいと思います。あれ、なんかしてるぞ。まあいいやね。暑い、やっぱり外は暑い、中は涼しいけど外は暑いね。チャスミンは自分が滑るんじゃなくてボーダーが滑っていきましたね。まあてなわけで今日も楽しく滑ってきました。もうなんかすっごいなんかチャスミンにエンディングを邪魔されてる。シーズン始まるまでそんなにミスがないんで、ちょっと頑張って練習してみたいと思います。ではではでは。